確かに。なんかあと翔平くんにめっちゃ似てる。なんか翔平くんをめっちゃゴツくした感じ。慶吾くんにはあんまり似てない。似てないね。うん、どっちかというと翔平くんっぽい顔して。そうだね。そうでなんか、まあ、でかいよね。80ちょいぐらいあって、あのまあ見ての通りディフェンダーというか、うん、後ろ目のプレイヤーなのかな。まあ、結構スーパーだと思うけどね、うん、まあ、海外でねあのやってたっていう、もう本当にちょっと前まで現役というか、うん、まあ、今も現役なのか。まずねロングボールめちゃくちゃうまいし、足速いし、なんかそこのボール出し能力みたいな翔平くんっぽくて、うん、でめっちゃでかいみたいな、うん、結構ね頼もしいというか、あのプレイヤーだし、あのいてくれてよかったなっていう風に思いましたね。遠征先でもさ、うん、ちゃんと一番最初にさ、そうそうそう、ご飯もそうなのよ。そうなの。あの勇気もねいたから分かると思うんだけど、一番年下になるのね一応、うん、ウンパとかかけるとかよりも年下だから、ちゃんと合宿場でも、あのこれ裏話だけど、ご飯とか一番最初にいるので俺も結構最初にいた方なんだよ、うん、そうご飯とかも先にやったりとか、なんかそれを別に俺やってますよとか、俺後輩だから頑張りますよとかじゃなくて、もうナチュラルにやってる感じ、うん、あもう別に普通に俺やるんでみたいな。森安系しっかりしてんなやっぱりみたいなすごいなと思って。しかもやっぱり海外にやってたから、コミュニケーション能力というか、なんかその別に一番年下でさ、普通気使ってさ喋れなかったりとかするじゃん、うん、でも普通にもうみんなとバーッと喋ったりとかして、コミュニケーションも取ってて、やっぱすごいなっていうふうに思いましたね。プレーはもうなんか文句ないというか、うんうん、まあまあ見てもらえたらね、うん、いいと思いますけど。